ボヤンクライツァボヤンクライツァは、クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナのチェスグランドマスター。リュブラナ生まれのスプリット育ち。1965年に、世界ジュニア選手権で優勝し、国際マスターになった。1966年に、ザグレブに移り、1972年に、ザグレブ大学哲学部を卒業、1974年にグランドマスターとなった。 1976年のウェイクアーン製チェス大会で好成績を記録。1979年にチェスクラブの K ボスナからオファーを受け、サラエボに移るまでザクレブでプレーした。チェスオリンピアードには1980年のバレッタ大会と84年のテッサロニキ大会にユーゴスラビア代表として出場。うちバレッタ大会では団体で銅メダルを獲得した。 ユーゴスラビア崩壊後は、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として1992年から6年の、計8回オリンピアードに出場。うち94年のモスクワ大会では、団体で銀メダルを獲得した。2005年12月には、ソリンの第13回ソリナトーナメントで優勝。同年、国際チェス連盟トレーナーのタイトルを授かった。2006年現在、 サラエボとスペインのサンタクルスでテネリフェに今日構えている。2010年5月現在のファイドによる色レーティングは2548。ありがとうございます。